はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回は This is a Police 13日目、続きをプレイしていきましょうということで、いつも通り長官の一面から確認していきましょう。まずはフランシス・ケンドリック、ジャック・ボイド公認の可能性なし。まあだってこれケンドリックともう死にましたよね、確か。でもう一つ、トウモロコシ記念碑夏にも取り壊し、そして最後、ダンスフェスティバルに市が出資というところですね。まあ、気になるのはやっぱり、ケンドリック、ジャック・ボイド公認の可能性なしという記事ですからね。では、今日も元気に出勤しましょう。今日は、バリカシ景観を充実してるな。では、勤務を開始しましょう。BGM はお気に入りの最近のこの曲を。結構ね、関係ない話しますけど、自宅だと洋楽とか結構聞くんですよね。こういうちょっとカントリーチックな曲っていうのはあんまり聞かないんで、結構新鮮です。で、戦争の話だ。ここ数十年で初めてマフィア戦争がフリーバーグで起こっている。トップの座を狙う複数のギャングによって街は混乱に陥り、この戦争が最終的にどのような結末を迎えるのか全く予想できない。分かっているのは一つ、数週間後にはフリーバーグを統治するマフィア一家が決まるということだ。今把握しているのはサンド一家とボルガが対立して戦争状態になっているっていうのはもちろん把握してますけどね。さあ、では早速1人殉職者が出てしまったので、ショーに行って、1人雇いましょう。リクルートしないといけない。誰を雇うか、まともなのはマシュマロかな。警官をね、シフト B に1人入れてあげないと全く警官がいない状態になってるので、これでいきましょう。で、早速事件か。朝の7時から事件、殺人未遂。裸で通りを走っている男がいる。完全な変質者ですね。と通行人から警察に通報があった。その男はキッチンナイフを持った女性に追いかけられている。女性は内臓をえぐり取っている。このクソ野郎と叫んでいたらしい。これどういう状況なの？結構僕家では裸なんですよ。パンツは履いてるんですけど、上半身は結構裸でいることが多いんですよ。特に夏というか春から秋にかけては。で、そういう状態でキッチンナイフを持った女性に追いかけられている。これってなんか不倫か浮気かなんかしたのかバレて、その奥さんに殺されそうになってるっていう状況がパッと思い浮かんだんですけどね。なんかちょっとコメントしづらいような、ツイッターとかね、見ていただいている方からすると、次はお前の番だと言われているような、そんな気もして、ちょっと心安らかではないんですが。では、警官を送りましょう。ここは確実に捕らえたいんで、ヴァンダールとガードマン送りましょう。で、ヒーローを守れば来てますね。ジャック、この調子で頑張ってくれたまえ。退職まで最高に楽しい日々を送れるよう、こちらも手を尽くそうということですね。からヘルプ要請か。ボルガはチンピラどもを先導し、理髪店にいる一家を襲撃。すでに仲間を送ってはあるが、相手が何人待ち受けているかがわからない。参戦してくれても構わないが、足を引っ張るようなことだけはしないでほしいと。なるほど。ここはパーチとパーチチームが来るでしょう。ここはもう徹底してサンドを応援していこう。サンドと共謀してこの町の利権を一手に独占していきましょう。で、ひき逃げか。1台の車が横断歩道で、図書館員のクレビック・カリノフスキーをはね、そのまま逃走。カリノフスキーはその場で死亡が確認されたと。ここはじゃあビーズリーを主任の刑事に任命しましょう。ビーズリーってただ全ての試験に落ちてましたよね、この前。殺人未遂の報告が上がってきてますと。いいね。どういう内容だったのか知りたいけどな。
結局ね、何が原因でその女が追いかけていたのか、サンド一家からの妖精か、次々に来るな。サンド氏の甥が窓の外に目をやると、ボールガの手下たちがサンド家の車を破壊しているのを目撃。このような行為は違法だと知らしめてやる。まあ、これ違法ですかね。確実なる違法行為なんで、まあ、何らはばかる必要はないですね。普通に送りましょう。で、ひき逃げの操作の方はというと、濃い色の車が高速でカーブを曲がり、歩道に乗り上げながら突進。歩行者を跳ねた時も全くスピードを落としていなかった。うん。事故の少し前に酔っ払いを2人ほどバーから追い出したと。おお。で、カリノフスキー。これは死んだ図書館職員の娘さんですね。数日前、父は図書館で仕事中、騒いでいた2人組を注意。それが元で喧嘩になり、もう少しで殴り合いになるところだった。おお。車には2人乗っていた。すぐ近くを通ったので助手席の男がひげ面だったのが見えた。クレミックは確かに後をつけられていると言っていたと。なるほど。なんか注意されたことを逆恨みしているかのような、そんな情報が少しずつ集まってきてましたね、今見た感じだと。で、虐殺、エディーズバーガーで虐殺事件が起きたの。若い女がエディーズバーガーに来店しダイエットコーラをオーダーすると、持っていた銃で他の客に向かって発砲。え、若い女性が。警察に通報するレジ係の背後では銃声と叫び声が飛び交っていた。その狂った女はデブは大嫌いだと叫んでいた。これだって発砲してるんですよね。もう発砲はまずいよ。発砲は、ここはバンダールにグドビン、グラント、バーチを送りましょう。で、さらにスワット、これでバーチがね、ちょっとでも経験値上げてくれるといいんですけどね。何、グラントが死んだ。マジか。警官も死亡して市民も死亡か。厳しいな。グラントが死んだか。また補充しなきゃいけないですね、人を。殉職者をまた出してしまいましたね。でもね、結構な人数を送ったんだね。どうしようもないよな。で、武装強盗。何、こここそスワットを送るべきだったんじゃないか。装甲車の警報器が作動。武装した男たちが道路を塞いで装甲車のタイヤを撃ち抜き、そして金が入ったバッグを奪おうとしている。まさにオンゴーイングの事件だ。まずはバーチジュニア、グドウィン、サマディ、ガートナー、バンダールも黒。警官隊を大量に送りましょう。6人。まあ、バーチとバーチジュニアはね、経験値上げ目的ですけどね。グランドの代わりにシフトウェイに誰が追加しなきゃいけないな。で、武装強盗。その細い道は装甲車の近くに止まった2台のバンで塞がれている。武装した3人の男が装甲車を囲み、そのうちの1人はブロートーチを手に持っている。バンの屋根にいる4人目の男は警官の姿に気づくと、すぐに共犯者に何かを叫んだ。おー、ブロートーチはダメだ、ダイナマイトを使った方がいいぞ。お前たちは包囲されている、おとなしく投降しろ。いやー、これはまずはおとなしく投降しろって言うべきだろう。何、発砲してきただぞ。ここはパトカーに後ろに隠れましょうよ。マジかー、すげー死んでるじゃねえか。え、こんなに死ぬ、5人死んだの一気に。いや、これ所長の責任問われるんじゃないか、5人も死んだら。いやー、マジか。8人今日出勤したうち2人が死んでるもんな。うん、違う違う、2人しか生き残ってなくて1人、うん、6人死んだのか。いや、ちょっと、え、マジか。なんかさすがにちょっと
申し訳ない気持ちになるな。さらにガートナーにグドウィンも死んでるしな。犬が死んだってのは痛いな。いや、こんな時期になると思わなかった。スワットチームを残しとくべきだったな。まあ、後悔先に立たずですね。いやー、状況が持っている深刻と言われてもバンダールを送る以外ないんだよね。なんといっても6人今日だけで殉職してるからな。で、ひき逃げ事件の報告が入ってますね。新しい写真を3枚と。じゃあ捜査を開始しましょう。まずは順番で言うとこうかな。まあ、ただまだ写真が足りないですね。で、放火事件の方はというと、新しい写真は見つかっていないんだったら先送りと。殺人の方はマジか、ロジツキーが死んだか。なんか殉職者がめちゃくちゃ出てるな。また刑事が一人殺されましたしね、今。とりあえず庶務に、行けないか。行きたかったんだけどな。で、喧騒騒ぎの方がというと、犯人には逃げられたと。まあいいでしょう。死なないで戻ってきてくれただけよしとしよう。いやー、なんか後味の悪い13日目でしたね。マーティン・ステッド。ジャック、確かにボルガーはパワフルだが、フリーバーグを長く乗っ取ってきたサンドの敵ではない。サンドが常に一歩上を行くよう取り計らってくれ。そうすれば何も心配はいらないと。うん、まあ、まさに今そうしてますからね。バーチが死んだか。さらにサマディ。バーチジュニア、これ親子で死亡ですね。グラントも死んだ。ロジツキーは死んで、事件は闇だな。ガードナーはね、優秀な警官だった。グドウィンは俺の犬として、これから活躍を期待していたところなんですけどね。どうだ、これだけで、今日一日だけで7人が殉職したのか。ちょっとシフト A が壊滅的な状態になってしまいましたね。はい、というところで、まあ、だいぶ死人が出てしまいましたけど、ちょっと笑ってられる状況じゃないんでね、しっかり警官を補充して頑張っていきたいと思います。というところで、次回は14日目をプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。